新井選手、はい、見事な一本勝ちで王座戴冠、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今腰のベルトを見て。いやまだ実感湧かないですけど嬉しいです。みんな言うよね、実感湧かないって。本当実感湧かないです。みんな言うんだよ。いやいや、でも実感がないぐらい嬉しいってことだよね。めちゃくちゃ嬉しいですね。ねえ、もうキャリア13年目で、僕の場合なんかセキュリティの後輩たちがどん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 取っていったんです、ベルト。その安倍大地だったり、おうおう、武田浩二もそうですけど。その辺が何、セキュリティ一緒に働いてたの？あ、そうです、あの六本木で一緒にやってて、それこそ中原とか松島小読みもセキュリティ一緒にやってたんですけど。おうおう、中原祐樹くん。あ、そうです、あの今日ライジン出た、タイトル取って。あ、そこら辺はタイトル取ってないですけど、ワンヨシ行ったり、ちょっと活躍がね、自分より。みんな活躍してるのをずっと見てきたんで、やっとみんなにちょっとでも追いつけそうだなっていうのが嬉しいです。まあ本当に何ね、やっぱさっきも言ったけど13年、やっぱやっとの思い出っていうところもあるんだろうから、ね、実感湧かないっつってもやっぱ嬉しいでしょ。いや嬉しい、本当に日本のベルト一つちゃんとしっかり取りたかったんで。ね、しかも今日30周年大会第1弾持ってるなと思いました。メインイベント、はい、ね、持ってました。こっから始まるんじゃないの、また。いや、こっから始まりたいです ね。今日でも試合振り返って、やっぱ序盤結構最初立ち上がりちょっと静かな感じね、探り合いだったけど。あ、そうです、なんか向こうは早く来るなと思ったんですけど、パンチ見えたんで、ちょっとずつ攻めようかな。そうね、結構で近づいたと思ったら一気に行ったよね。そうですね、そっから、投げてテイクダウンして。いや、あそこで本当は決めたかったんですけど、一番嫌なことされたんで、1ラウンド目から、ね、フィニッシュしたのと同じ。このあ、でも1ラウンド目は首ちょっとずれてたから、決まんないなって思ってたんで、また行くかなと思って、こっちも。いや、だからあれはもうミスですね。本当はあそこでちゃんと決めれる、そう、ね、なきゃダメないのに。でも亀井選手も、まあ、最後のフィニッシュの前もそうだったけど、なんかもう必死にこう、もう腕だけ取らせる、もう本当になんかツタンカーメンの棺みたいな、こう、ね、こう手をクロスしてこう、そうですね、絶対こう脇開けねえぞみたいなディフェンスしてから、だからこそのやっぱこれのあれなんですかね、なんていうの、ネックチョークのやっぱ二段構えみたいな。いや、でもこれでこれやられるとレッグチョークもできないんですけど、腹が開くんで、でもその腹パンチ行きすぎてちょっと逃げられちゃったですね。でもその2ラウンド目のフィニッシュの時はレッグチョーク行ってはまったから手が緩むくて、ここはまたいつものやるって思ったら落ちましたもんね、相手ね。 あれは絶対落とせると思ったんで。あ、逆に、はい、こっち行く、アームロック行く前に首の入り具合が自分で分かるんで、もうはまったと思ったらもうそれで絶対落ちるんで。でも今日でもアームロックじゃないじゃん。あ、今日は洗濯は、もうアームロック対策絶対してくると思ったんで今日は洗濯は下げて。それじゃああれ分かってても決まるのが必殺技だって言ってたじゃん。あ、それあのアームロックと洗濯はセットです。え、分かってるけど、分かってるからちょっといじってみたんだけど、はい、そうですね。いや、でも素晴らしい。いや、あれはちょっともう今度またそれもやっぱり分かってても決まる必殺技、二段構えだもんね。そうですね。じゃ今度こっちやったら洗濯バサミで、でも今バレちゃったじゃん、こうやったらできない。あ、でも全然あれも結構やられるんで、いつもなら大して聞いてるんですけど今日ちょっとそれがしくった。でも腹打てばいいのか、バンド。あ、そうす、ただそれに行き過ぎるとあえて逃げられちゃうから、そこはまた練習で調整して。いや、でもここぞって時に決めるよね。もうそれしかないんでね、はい、判定いったら絶対勝てないです。いやでもちょっと一瞬やっぱこう気持ち出して前に出た時に被弾するシーン結構あって、あって亀井君も倒すかもっていうシーンも、ね、あって、すごい盛り上がった試合になったと思うんだけど。結構きつかったっすね。で、現に今話止まらないもんね、ぐちゃぐちゃなんて。折れてるかも、ね、はい、美軟骨とかいっちゃってるかもね。ここがブーって、ちょっとこれやるんですかね。どうなん、曲がってはないから尾骨というより軟骨じゃないかな。下の骨が美軟骨だと思う。分かんないけどね、多分。いやだな、あ、多分しばらく動かさないし、曲がってないからそこまでひどくないと思う、はい、ちょっとぐにゃってなってるわけだと思うけど、ちょっと話ずれちゃったけど、ね、いやでも本当にお互い気持ちの見える試合だったと思うし、それをもう断ち切るような洗濯バサミで締め落とすっていうね、はい、劇的な勝利でしたけども、でなんかリング上のアケージ内でのインタビューで、ね、花のあるチャンピオンになりたいって、はい、もうあるじゃない。花あるじゃない。花のあるチャンピオンに
やりたいっす、ね、もっともっとってことでしょ。そうです、はい、大輪の花を咲かせるようなね。いやそのもう本当にでも今ってそのメディアがブレイキングなんだったり、うん、ライジンだったりじゃないですか、うん、じゃなくてそのパンクラスをもっといろんな人に見てもらいたいです、うん、やっぱねそういう選手たちがそういう思いでね頑張ってくれるとやっぱね絶対パンクラス盛り上がってくると思うんでね、まあ、どこもねそういう思いでどこの団体もやってると思うんでやっぱ選手一人一人がやっぱり、ね、そういう思いでやってくれるっていうのを思うとねやっぱり、ね、見てる側もすごい嬉しいですね、はい、なんかさっき、うん、あの夢見たって言ってたじゃないですか。ああカメラ回る前に、うん、あそうですね、ベルト取った後にそう取った夢まで取った正夢になったんですよね。夢はそうベルト取ったまで取ったんですけどそこから防衛戦で高木くんに失神させられる夢を見たって見てしまったからそれはもう途中までは夢はいいんですけど最後まで見るとダメなんで。まあでもそうなるかならないか置いといてやっぱりこうもう一回二人の戦い見てみたいなって思うところもありますね。ああもうあの時も一切自分打撃つけなかったから、うん、まあ本当になんだろう ワンコンタクトでもうフィニッシュまで持ってったからね。やっぱ高木さんがやっぱ高木選手本当に初めて負けたぐらいですもんね多分プロで、まあ、それは多分なんかすごい持ってると思うんでそれでもしなんかこうリベンジするマッチみたいに組んだらそれがタイトル戦だったりなんかしたらすげえ試合になるんじゃないかなって見る側は勝手にね期待しちゃうんでね。絶対打ち合わないですけど、ね、まあね絶対打ち合わないですけど、うん、いやそういうのも もうなったばっかりだけどこっち見る側はなんかそういう次の期待をやっぱ膨らましちゃうからでもそうやって考えてもらえるだけで幸せですね、うん、そうねそこはやっぱ答えてほしいなって思いますね、はい、やっぱねファイトで、はいはい、いやなんかでも思うところとかなんかまあ仲間に対してとかもあると思うんでそういうのなんか、うん、まあ刑事上で話したりもしたのお父さんお母さんとかに伝えれたと思うんですけど、はい、やっぱここでもなんかそういうのあったら聞かせてもらえますか。いや本当に僕それこそその雷神負けた時にすごいいろんな人離れてっちゃったんで、うん、ただそれでも復帰戦のパンクラスの時にもっと人が帰ってきて、うん、ただその復帰戦のパンクラスで応援してくれた人って今でもやっぱり離れてからねついてきてくれるんでその人たちにその結果で恩返しして、うん、どんどんなんか一緒に見ていきたいなと思います。やっぱそういう一回バーンって出たところで、まあ、ダメで吐けた人じゃなくてその時に来てくれた人っていうのは本物だと思うよね。やっぱね、いや本当それはすごい感じます、ね、これからもだからそういう人たちを、ね、やっぱ大事にして、はい、まあ、もちろんこれからもっともっと応援してくれると触れてくると思うし、はい、来た人たちをやっぱ大事にしていくのがやっぱりこう、はい、ね、やっぱ自分がもっともっと上に行く、まあ、気持ちそういうところがやっぱ気持ちなんか勝っていくぞって気持ちだったり、はい、ね、モチベーションにつながると思うし、はい、恩返ししたいって思いってすごい大事だと思うから私もそういう思いで、ね、やっぱ長く続けられたんで、はい、そういうのもしっかりしてますね。やっぱチャンピオンになる人はそうですよ。やっぱり素晴らしいです、はい、嬉しいです私も。最後にカメラに向かって一言お願いします。あ、はい、あのパンクラス30周年大会のメインでこうやってタイトルマッチやらせてもらってベルト取ることができて嬉しいです。これからもパンクラスをもっともっと盛り上げれる選手として頑張っていけるように頑張るんでよろしくお願いします。